みんなおはよう。今日はね、すごい食材を仕入れてしまいました。じゃん、伊勢エビ。何匹いると思うこれ。しかも生きてる、生きてる。ちょっと弱ってるけど、1、あ、ギャーって言っとる。なんかどこかしらの器官を鳴らしとる。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13匹いるんですよ。おはよう。めっちゃ久しぶりに一色の魚広場に来てます。やばいよな。やばい、これマジでやばい。もうせっかくだからって言って、まあ、13匹しかいなかったんで全部買ってきました。今回はこの13匹の伊勢エビを使ってめちゃめちゃ美味しい贅沢な料理、もう多分ね、今後一生食うことないだろうなっていうような。さあ、じゃあね、この伊勢エビを全部真っ二つにしていきます。暴れる暴れる暴れる。よし、身がピク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 動いてる。うまそう。これはうまい。ぎっしり詰まってるね。最高かよ。美味しくいただく。ありがとう。うわ、うまそうすぎてたまんねえ。ちょっとこれ焼きでも食いてえな。よいしょ。一つ一つなんか味噌の色が違うな。ちょっと黒かったり、ちょっとオレンジ色だったり。大好き。あ、なんか他のもんも入っとるな。これなんか、なんだ、卵かなこれ。あ、卵入っとるわこいつ。ありがとう。美味しく生まれ変わるよ。全部俺が美味しく食べるから、ありがとう。よいしょ。あと4匹か、これ除いてね。わ、こいつほぼ足も、こいつは死んでるかもしれんな。あ、こいつ死んでるな多分。なんもねえじゃん、足とかがないぞ。全然防御力もめっちゃ低いわ。ほら、うわ、柔らかい。こいつ脱皮したて、めっちゃ柔らかい。一番柔らかい。死んでたかもな、そんで。あー、でも身がきれい、パンパンだ。楽勝。あ、で包丁。13匹の伊勢エビ、すべて真っ二つにし終わりました。なんちゅう映像やこれ。前回やったやつが残ってるね。このままでいいや。はい、薪をくべていきます。よいしょ。あ、俺これ皮だけやんこれ。よいしょ。山梨県産の薪みたいですね。もう一本ぐらいいっとこうか。よいしょ。熱い熱い。これでちょっと伊勢エビを炒めていきます。うわ、危ない。何これ、当たってる。あ、じゃあ OK。 これ邪魔やわ、これ危ない。もうジューって言ってる。すごいすごい、火力すごい、さすがだ。うわ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 、贅沢すぎかよっていう。こんなもん、なんちゅう料理じゃこれ。うわ、甲殻類のすごいいい匂いがする。そして真っ赤になってきた。こんぐらい炒まったらここに水を入れていきます。少なめね。もう伊勢エビの出汁が、もうって言ってもこれ1リットル入って鍋がでかすぎて2リットル入っちゃうわ。はい、2リットル、水2リットル入れました。これで多いかなと思ったけど、足りん。旨味をこの2リットルの水にね、全部移していきますよ。ちょっと火力強いんでね、炭引きますね。薪引きます。
よいしょ。わー、目が痛い。もう味噌を加える前からもう味噌の色しとるもん。でそこに赤味噌を加える。薪引いたら結構いい感じの火力になったな。そしたら最後にね、ネギを入れていきます。伊勢海老の他の食材はネギだけ。いただきます。本当はみんなで食べたかったな。一人だからあれだけど、まあそれでも楽しいけどね。あ、ビール持ってこなかんわ、さすがに。これはちょっとうまいなこれ。あー、なんちゅう動画やこれ。こんな楽しいことしとって動画になるんだから、まあこれも世も末よ。いただきます。このスーパースープ、もう本当に大丈夫、大丈夫かな。スーパースープいただきます。なんじゃこりゃ、こんなことあるかっていうぐらい伊勢海老の味するな。もう伊勢海老が口の中で生まれてるんじゃないかっていうぐらい伊勢海老がすぎる。名古屋名物濃い濃い味噌が負けてる伊勢海老の味噌に。じゃあ伊勢海老をいただきます。あ、うまい。全部こんなのうまいに決まっとるやん。うわ、めっちゃうめえ、やばい。マジで鍋の伊勢海老全部俺いける気がする、この感じだったら。ほらベロンって。いただきます。みんなごめんね。おー、うまい。ネギと一緒に絡まったちょっと赤だしが加わったやついただきます。ごめんね。マジで足りんぐらい伊勢海老全部食えちゃう。こんなのペロッペロッていけちゃうかもしれん。こんな日があってええんか。うわ、買ったばっかのバッグに伊勢海老が飛んだ、なんちゅう贅沢な話。伊勢海老が飛んだっていう発言、バックに伊勢海老が飛んだっていう発言も俺一生することないな。もうこれはな、寒い寒い言ってちゃダメだよ、外に出ないと。もったいないよ、こんなあったかくて気持ちくていい天気を逃すの。この青さですよ、青もすぎるよ本当に。はい、追加です。病気になるんじゃないかこれ、さすがにこんだけ食ったら。でもな、小ぶりの伊勢海老だから食えちゃう。ぶっちゃけ一口やから、これ一個一個の半身。伊勢海老は4つ3つぐらい入ってるかな。そこに鶏肉を入れてちょっと煮込みます。もう結構火通ってきたね、ほら。うわ、うまそう。鍋料理の醍醐味だよね。今から締めを作っていきます。伊勢海老の出汁たっぷりしめうどんの完成。これもうなんちゅう料理これ。 YouTuber やっててよかった。美味しそうだと思った方はチャンネル登録高評価よろしくね。いただきます。うん、うまい。僕ね、うどんと鶏肉を食べたんですよ。だけど伊勢海老食ってるみたい。全部にこの伊勢海老の味がこうまとわりついてくる感じだよね。ちょっと鼻から抜ける感じがこの肉のうまみっていう感じかな。うまい。てかもう入れた味噌全然味せえへん、伊勢海老が勝ちすぎて。あんなに入れたのに。うますぎ。